はい、本日スプリンターズステークスね、 G1 が始まりますけれども、まだ今何時だ、ちょっと7時なんですけどね、ちょっと直前で、申し訳ないですけどね、予想でもやってみようかなと。で、今日はですね、私ちょっと得意なのは誰を削るか、まあ、協定でもね、まあ、いつもそんな風にやってる方向に持ってこうと思ってるんですけど、はい、まず最初にね、私はあれから行こうかなと思ってます格がどうなのかなっていうところですね。はい、今のところちょっとね、オッズはちょっと今見ないことにして やりますけどもでは、やっぱりね、 G1 に勝つ馬っていうのは G1 に、ふさわしい騎手っていうのが来るんですよね、大体ね。で、やっぱり、今回、有力な騎手としてみたら、まあ、一応ね、 G1 取りがちなのが武豊か、松山どうかな。外人はね、やっぱりちょっと見ておかないといけない。シュタルケ、あ、そこっちじゃない方がいいか。武豊、シュタルケ、横山武史、川田酒井隆盛、まあ一応まあいいか、ちょっとだけね。国部ティータン、外人騎士はね、横乗りはちょっとどうかな、戸崎もちょっとなんとなくだな、ダミアン・レンはやっぱりちょっと見とかないといかんな、西村もレイはやっぱ強いルメールだろ、この辺がまあ、オッズとしては上に来るんじゃないですかね。はい。はい、それでは、パッと見ていきますけども、誰を切るか。切るか。G1 の大会にちゃん、G1 にね、出るべき馬なのかどうかっていうことですよね。大盤振る舞い。これ、海外のところにガンガン出てるんですよね。だけどどうなんだろうな。ね、海外で、G1 で13着。香港の G1 10着。札幌の G3 で3着。多分ね、顔じゃないですね、これね。G1 から言ったら、G1 では、霧だな。霧です、最初から切っちゃいましょう。まあ、いいや、ここで切り、はい、東進マカオ、はい、東進マカオ、ね、1200、一応1200で取ってって、G3 では勝ってると、高松では6着届かなかったと、で G2 でも届かないと、で G1 の1200で1着を取りました。まあ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 、どうなんだろうな。仕上げてきたってことか。このママコチャっていうのに勝った。ママコチャもでも大した馬じゃないね。あ、でも G1 で去年勝ってるんだ。どう見たらいいかな。ちょっとこれは残しとくか。しょうがねえな。はい、ウィン・マーベル。G2 で1着、G3 で1着、G1 で12、G2 で1着。でもこれやっぱり G2 の馬なんじゃないかな。高松宮で12着。これ一生懸命やってやって、この程度だから。
マッドドールがこの時1話。マッドドールってどうなんだ。マッドドール、マルガイ、高松宮で、これか。そういうことね。一応、基本的にね、日本の馬ね、短距離強くないですよね。日本で G1 勝っても海外で全然ダメっていうパターンですけどね。ウィン・マーベルどうしようかな。12着だもんな、これな。もう切るわ。ね、これを根拠に切る。エイシン・スポッター、外人が乗りますか。この6個 S のあたりで7着、1600だったね、これね。で、次のところで1着、1400、グレードレースじゃない。で、グレードレース G3 で9着、キンランドで2着、ダメ。G2 の、G2、G3 の馬だね、これダメ。はい、次。ナムラクレア。G1 でスプリンター3着に入ったと。ヒンバ、G3 で2着、高松で2着、キーンランドで5着。さて、どう見るか。ここで負けてるんだよな。どう見たらいいかな。一応残しとくか。はい。次、ママコチャ。はい、スプリンターで1着。阪神カップの G2 で、5着、G1 で8着、G2 で2着、1200でずっと走って、で、5歳牝馬。牝馬なぁ。去年1着なんだよな。これをどう見るかだよな。だから川田が乗ってるから、まあ一応残すか。はい、じゃあ次。マッドドール。スプリンター、去年の G1 で2着。香港スプリントに8着。高松で1着。チェア。これ海外でな、海外で負けたんだよな。まあ、残しとこうか。次、モズメイメイ。はい。高松惨敗。G3 で、3着。G3 で1着。G2 で3着。はい。顔じゃないね。はい。切り。無限。外国のね、馬ですね。向こうで3着。チェアマンで3着。G1 で3着。G3 で4着。G3 で1着。海外の馬は日本の馬より多分強いんでね。 G1 で3着か。まあ、ちょっとこれは残した方がいいな。はい、ピューローマジック。はい、これは顔じゃないな。はい、切り。ダノンスコーピオン、G213、G13、安田、G115着、G2 で12着。はい、切り。問答無用。切り。サトノレーブ、G3 で4着、レベル低いところで勝ってるけど、キーンランド、1200でちょいって勝ってんだね。けど低いとこで勝ってる馬だな。霧だな。霧。悪いけど。霧だ。いやー、ダミアンレーンか。どうしようかな。ちょっと三角にしとくか。ちょっと三角。ルガル。はい。
ドルガル、ちょっとこれ見づらいな、これ G3、 うん、なんだこれ、ルガル高松宮記念か。で、え？高松宮記念で一番人気だったんだ。デザンパイ。え、その前のレースでは、もうこれね、終わってんじゃないかな。これは、西村と来て、西村と来たか。2着、1着、10着。負けすぎだよな、これ。もう、来ちゃう。切り。思い切って切り。ビクター・ザ・ウィナー。海外で1着。戦略で。高松で3着。チェアマン、シャンティ。G1、7着、6着。もう、レイラか。これは、残そう。で、その次が、スプリンター11着、オーシャン、G3 で1着、G1 で8着、ゲント・ゴーチェ。ルメールか。これ大した馬じゃないけど、残すのか。7サイバーか。これダメだろ。終わってんじゃねえのか、これ。切りだな。前回の11周の切りだ。ルメール塗り。ウィングテイスト。はい。G2 で8着、G2 で4着、G3 で2着、アイビスで2着。はい。切り。ということで、残ったのが、投資マーカーをウィンマー、じゃない。ちょっと待ってよ。バツ。で、バツ。三角か。バツ。1,2,3,4,5,6,7 あと3頭削るか。こっから削るとしたら菅原亮明じゃなくて、ちょっと待てよ、年齢できるか。ちょっと待てよ、機種できるか。セントウル、はい。これもちょっとどうなんだろう。結局実の馬だよな、これな。投資マカオ、よし、切り。そしてナムラクレア、これもどうなんだろう。たけし、G1 で2着取ってるか、スプリンターで3着。ちょっと捨て置けないとこもあるか。ママコチャ、スプリンターで1着取ってて、香港カップ、G2、もう下げちゃったからな、ここで。よし、切りだ。ちょっと待って、あといくつだ。1,2,3,4,5、あ、5点だな。よし、じゃあ今日はここで決めよう。ナムラクレア。はい。その次がマッドボール、それから人間、サトノレール、エビタウェイナ、1,2,3,4,5点。
はい、私の選んだのは、3、じゃない、5、ごめん、やり直し、5、7、9、12、14、音ボックス。なので、あ、これで、来たら、そうですね、1000円以上が来ればプラスということで、決着をつけました。以上です。ちょっと危ういような女です。で、満州当たりました。いやー、予想はやめられないね。コースが1番、スタートが2番、あとはね、選手の力がモーターが、選手の力とモーターっていうのは毎日買って危ういようなもんなんです。